マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット療法士の佐藤澄香です。突然ですが、あなたはダイエット中だからおやつ我慢してませんか？でも、おやつを我慢しすぎた反動で、結局後から爆食いして自己嫌悪なんてことになるとますます太ってしまいます。そこで今回はダイエット中におすすめの無添加のおやつをお伝えします。ダイエット中でもおやつ食べたいですよね。美味しく食べながら健康で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめコンビニの痩せるおやつ5選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつで痩せることができるのか、その痩せるポイントをお伝えします。2つ目、食べて痩せるコンビニの痩せるおやつ5選とその痩せる食べ方ポイントを詳しくお話しますね。では1つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せることができるんでしょうかというポイントが2つあります。1つ目です。このおやつ召し上がるとあなたの腸内環境を整えることができちゃうんですね。なぜかというと腸内環境を整える材料でできているからになります。すっごく大事。もうたとえですね痩せたとしても待っていうのはリバウンドっていう方は特徴としてお腹の中に腸内にねデブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱい住み着いている方、これが特徴なんですね。では逆に食べても痩せる方っていうのは痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをしっかりとお腹の中で育てることができたかっていうね、まあ、ここが分かれ道なわけです。そこでおやつを食べると往々にしてこの悪玉菌が増えるんですよね。でも私が今からお伝えするおやつは逆、善玉菌を増やすためのおやつになるんです。では痩せる2つ目のポイントはこちら、無添加のおやつだからになります。これがとっても大切になってくるんですね。なぜ無添加がそんなに大事なのかっていう理由があるんです。例えば食品添加物がいっぱい入っているおやつを食べる、まあ、もちろんね食べ物もそうですけれども、あなたの腸とか肝臓がめちゃくちゃ嫌がるんですよ。うわまたかって、もうこれ大変なんよね消化するのって思うわけですよね。なのでそういったことをあなたの内臓に負担をかけ続けた結果、あなたはどうなるかっていうと、要は臓器がちゃんと働かなくなっていくわけです。そうすると消化吸収がうまくいかないから、食べてるようであってもどんどん栄養不足になってしまっているっていう、この現代人のまあ特徴ですよね。理由はもうこれズバリ添加物が原因だからなんですね。栄養が取れていないということは痩せるホルモンの材料が取れていないということになりますから、もうここでとにかく極力この無添加であるものを選ぶ必要性があるんです。では具体的に添加物って何って思うと思うんですよね。例えばよくスナック菓子、まあ、あとはね調味料にも入ってたりするんですけども、ほとんどのものにこの調味料カッコアミノ酸等と書いてある原材料に、それが実は化学調味料になります。ですからおやつを買うとき、何か買うときは必ず原材料名をチェックしていただいて、この文字が入っていないかなっていうのをね確認するだけでも変わってきますよ。また甘いおやつの場合はこちら人工甘味料が使われている可能性も高いんですよね。例えば糖質ゼロとかノンシュガーって書いてある、あれは甘さが砂糖の何百倍もあるにもかかわらずカロリーが低いわけですね。要するに自然界にはないもの、不自然なんです。でそういったものを摂ると脳が混乱しますね。おかしいなって、こんな甘いものを食べてるのになんでカロリーが取れないのって。なので脳が何をするか、あなたにこう命令するんですよ。もっと食べてって。わかりますよね。こういった悪循環に入るとあなたはもうね負のスパイラル、もういつまでたっても甘いものがやめられない、止まらないっていう、そのおかしくなってしまうわけですよね。で具体的に言いますと、その満腹中枢がそのおかしくなってしまって止まらなくなったりとか、あと味覚障害であったり、まあ、そういったことが起こりますから、この人工甘味料は取らない方がいいんです。例えばおやつの原材料を裏見た時にこういったカタカナですね、アスパルテーム、アセスルファム系、まあ、これカリウムですね、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどなど、こういったよくわからないカタカナで書いてあるものは人工甘味料ですから気をつけていきましょうね。では2つ目の項目です。ここからは食べて痩せるコンビニのおすすめのおやつ5選と具体的な痩せる食べ方ポイントをお伝えしていきます。
では5つあるうちのまず1つはこちらです。じゃん、甘辛こんにゃくになります。食物繊維が豊富、この1袋あたりでたったの50キロカロリーになります。今回はね、全部ここ見えますでしょうか、ミニストップさんで見つけたおやつをご紹介していきます。ということで早速ね、味見していきますね。いやー、これね、あのこういう甘辛系のおやつってもう絶対って言っていいほど、先ほどお伝えしたね、調味料かっこアミノ酸等っていうのがもうほとんどのもの入ってるんですよね。入っていないものを探してもほんと困難なんですけれども、これはね、私何回も見直したんです。大丈夫かなって。大丈夫だったんですね。ちょっといただきます。お、うわすごい甘辛、あのなんかすごいおかずみたいですね。いただきます。あのこんにゃくがすごくその細く薄くスライスされていて、弾力もありますし噛み応えもありますし、味もね、その甘辛っていうから結構味濃いのかなと思ったんですけども、そんなことないです。これあのサラダのトッピングとかでもいいかも。もちろんあのお酒のおつまみとかお子様のおやつでもいいと思うんですけれども、これはいいですね。おすすめです。おすすめのおやつ2つ目はこちらです。はい、有機むき甘栗になります。これはなんとですね、有機ですかね、 JAS マークもちゃんとついて認定された商品です。でこちらもね、食物繊維が豊富、1袋あたりが109キロカロリーになっています。ではではこちらもいただきますね。私甘栗大好きなんですね。もう本当にあのもう完全無添加じゃないですか。もう栗そのものですからね、安心です。お、結構入ってますよ。あ、なんか色がこれぐらいなんか小粒ですね。いただきます。すごくソフトな甘栗でとっても美味しかったです。ではおすすめのおやつ3つ目はこちらです。じゃん、茨城県産の紅はるか干し芋になってます。これもね、食物繊維豊富なんですね。もう大事、お腹の大掃除ができればあなたの腸内環境も整ってね、代謝が上がって痩せ体質になる、もう材料もそのものですよね。でこちらは1袋あたりがね、144キロカロリーなので、一気に全部食べるっていうのはちょっと多いと思うんですね。 2,3 回に分けて召し上がってみてください。素晴らしい。ちょっと開けてみますね。さあどうでしょうか。結構ね、量入ってるんですよ。もう干し芋も美味しいですよね。これもね、あのついつい美味しくってね、ペロリっていう時もあるので、私もね気をつけてます、量には。お、1枚も結構大きい。こんなにじゃじゃーん。いただきます。ちょっと大きすぎるので、ちょっといきますね。あ、柔らかい、香りもいいです。いただきます。うん、この干し芋おすすめです。ではおすすめのおやつ4つ目はこちらです。じゃん、一口きなこ玉になります。こちらもうね、タンパク質が豊富、タンパク質大事ですよ。しっかりとタンパク質を摂ることで食欲を抑えることができます。逆に足りない方はいつまでたってもお腹すくからね、気をつけてくださいっていう時にもう本当おすすめ。カロリーはね、ちょっと高めです。1袋あたり226キロカロリーあるので、これもね、1粒2粒ぐらいがちょうどいいと思います。ちょっと見てみましょうね。さあどうでしょうか。可愛いですよね、写真見るから。こんな可愛いきな粉たっぷりかかっている感じです。ちょっと開けてみますね。どうかな。ついついね、こういったのってこう美味しくって食べ過ぎちゃうと思うので気をつけてくださいね。よし、入った。あ、かわいい。あら、こんなかわいい。これくらい。いただきます。今までいろんなきなこ玉食べてきたんですけども、今回のこのきなこ玉はね、なんかね、すごくソフト、すごく柔らかいですし、またきなこ感がすごいたっぷりかかってるので、もうほんとこうきなこ、きなこ好きな方おすすめです。
ではおすすめのおやつ5つ目はこちらです。メープルミックスナッツになります。これもね、食物繊維が豊富で、こういったナッツ系はろ過防食品といって低糖質になるんですよね。おすすめです。で、1袋あたりが233キロカロリーということで、ナッツ系はね、食べ過ぎちゃうと脂質は結構高めですから気をつけてください。で、これがいいのはですね、生姜も入ってるんですよ。ちょっと楽しみですね。メープルシロップ仕立てで美味しそうです。ちょっと食べてみますね。さあ、どうかな。あの、くるみとアーモンドとね、カシューナッツのミックスナッツなんですけど、じゃあちょっと超手前に来たのがくるみだったので、くるみいただきます。これめちゃくちゃ美味しいです。メープルシロップのコーティングがね、カリッカリしてて歯ごたえがあってめちゃくちゃ美味しいです。以上お伝えした5つのおやつは全て素材を生かした無添加のおやつですから、安心して量に気をつけながら召し上がってください。で、ここからこのおやつを食べる時の痩せる食べ方なんですけれども、私はどうしてるかというと、じゃーん、こちら10人ごすにこの無添加の炭酸水、これをね割っておやつの時に一緒に飲みながら食べるんですね。このメリットはですね、まず炭酸でお腹がいっぱいになるので、ついついおやつっていかがですか、食べ過ぎませんか、美味しいから分かるんですよ。でもそこで一袋ペロリと食べてしまうともちろん太りますよね。なのでそうならないためにも、やっぱりね、この無糖の無添加の炭酸水を飲むってすごくおすすめなんです。ただこれだけでも悪くはないんですが、さらにここからこの10人ごそ500ml に対して大さじ1から2杯入れてね、混ぜて飲んでいただくと、これがね、血糖値の急上昇をグッと抑えてくれますから、脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですね。なのでおやつを召し上がるときは、こういった常温の無糖の無添加の炭酸水に対して500ね、大さじ2杯の10人ごすで割ったこのリンゴ酢ドリンクと一緒におやつは召し上がってくださいますと、もう安心してね、食べることができますから、ぜひ取り組んでみてくださいね。さあ、この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際食べてみたご感想などコメントいただけたらめちゃくちゃ励みになります。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。